人生波乱万丈、一寸先は闇、人生何が起こるかわからないわねー。おいおい、冒頭から何難しい話してるんだ。これからの未来に備えないといけないってこと？近い将来日本は大変なことになりそうよ。何か辛いことでもあったのか？うん、聞いてくれる？いや、長くなりそうだから聞かない。それより霊夢の悩みがちっぽけだって思うほど波乱万丈な人生を送った偉大な経営者の話をしようか？うん、教えて。今回の主人公は松田の前身東洋工業初代社長松田十次郎氏だ。松田の社長といえば広島東洋カープの初代オーナー松田常治氏じゃないの？常治氏のお父さんが十次郎氏だ。松田ならこのノスカーチャンネルでも何回も倒産の危機から復活って言ってきたから知ってるわよ。まず1961年、政府が弱小自動車メーカーをふるいにかけ消そうとして出した特進法案の時。この時は社運をかけ未完成のロータリーエンジンに約6年の歳月と膨大な人員と資金を費やして苦労の末、開発に成功したんだよね。そうだ。その次は70年代のオイルショックでアメリカでガスガズラーと呼ばれロータリーエンジンが全く売れなくなった時。サーマルリアクター式最燃焼システムで燃費 40% 改善し復活する。そうだ。3度目は90年代の5チャンネル展開による負債でフォードの子会社に。ターゲットを 2% のファンに絞った世界 2% 戦略で切り抜けたのよね。そうだ、それは2代目社長松田常治氏の時代以降の話で、初代社長松田十次郎氏の個人の生涯がさらに波乱万丈だったんだ。だが、生まれたのが1875年明治8年と昔で軽乗用車を発売する前に十次郎氏本人は亡くなってしまい、あまり語られていないから知らない方も多いと思う。そうよね、少し前に創業100年や最初は三輪トラック。コルクの会社から始まったとかは聞いたことがあるけどそれ以外は知らないわ。松田ファンの方もロータリー氏十七氏は知ってても漁師の息子で12人兄弟の末っ子、同僚、部下の裏切りロシアの砲弾の新艦400万個受注などご存知ですか？ロシアの砲弾400万発の新艦受注？ちょっと、今までとは違う展開、気になるわね。そしてスバル360とは違うアプローチで製作された東洋工業として初となる軽乗用車松田 R360 クーペも解説します。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。いきなりだがこの人物が松田の初代社長松田十次郎氏、この人の人生は松田の社歴以上に波乱万丈だったかもしれない。1875年、広島市に養子の12人兄弟の末っ子として生まれ、学校には行かず13歳で大阪の鍛冶屋にでっち奉公に出される。大型遊園地のルナパークで消防車の放水を見て、これからは自動車の時代が必ず来るで、と思ったらしい。12人兄弟ってすごすぎない？この時点で波乱万丈だわ。幼少期に見た車や飛行機に感動しエンジニアを志すってよくあるパターンね。十次郎氏の場合は37歳だったんだけどな。だがものづくりが得意でいつかは車を作りたいという思いを強く抱くようになる。思いっきりおっさんやん。しかも地主のボンボンじゃなく、13歳ででっち奉公なんてゼロからのスタートじゃない。30歳過ぎまで転職を繰り返しながらものづくりの技術を身につけ、会社を起こし松田式ポンプを特許を取って売り出し、人儲けするが同僚の裏切りで横領の疑いをかけられ逮捕される。同僚の裏切りで逮捕って気の毒すぎるわ。嫌気がさした十次郎氏は今までの会社を離れ、新たに松田製作所を起こし再出発する。1915年、40歳の時になんとロシアから砲弾用の新艦400万個の発注を受ける。そして1年間でそれを無事納品したんだ。一体いくら儲けたの？現在のお金で数百億円儲けたらしい。すご、やばいよ。十次郎氏は大阪から広島に会社の移転を計画していたが、またしても部下に裏切られその会社を辞め、広島に戻ることになる。この時42歳。もうお腹いっぱいだわ。広島でも十次郎氏の噂は高く知れ渡り金儲けの神様今太公と呼ばれ、今でいうコンサルの仕事が舞い込む。その中に清谷商会という経営が厳しいコルク製造会社があった。この頃の十次郎氏は車作りの情熱よりも金儲けに走り株に手を出すが1920年恐慌で大損してしまう。これでものづくりに目覚めた十次郎氏は、1920年清谷商会を元に東洋コルク工業を設立し、2代目社長として順調に立て直しを始めた矢先の、1925年に工場火災により工場の 70% を焼失し操業停止に、絶望に打ちひしがれながら、世の中は自動車を求めている、今がその時だ、と十次郎氏は一大決心、社名を東洋工業に変更し、昔からの夢だった自動車作りに挑戦する。とはいえいきなりは無理なためコルクを作りながらまずはオートバイの開発を始める。彼のポリシーはまずは自分で作ってみる。
そして、1930年陸軍が主催する昇魂祭というオートバイレースに自家製2サイクル 250cc マシンで参戦。ライバルはハーレー、BMW、トライアンフなども差揃い。こっちのライダーは広島市内の二輪販売店店主。やばいよ、大丈夫？レースではなんと強豪たちを抑えて二輪販売店店主の松田が優勝。次なる目標は三輪トラック。リサーチをするとまだまだ信頼性は低く改善の余地あり、日本の道にあった三輪トラックの開発に着手する。昔はよく化石祭とかで横転してたもんね。そして、1931年 DA 型三輪トラック別名松田号を完成させる。出たバタンコ、どうしてタンクに3ダイヤが入ってるの？当初、三菱商事に販売委託していたからだ。その後も順調に新型三輪トラックを開発するも、戦争が暗い影を落としていき軍需工場に指定され三輪トラックの生産は中止となる。そして運命の45年8月6日、広島に原子爆弾が投下される。幸いにも爆心地から本社、工場とも離れていたため、被害は少なく、12月には三輪トラックの生産を再開し48年には月産500台、53年には月産3000台にまで順調に拡大する。東洋工業は広島の復興の象徴だったわね。50年には 1.2 リッター空冷2気筒の CA 型四輪トラックを発売。51年、十次郎氏は会長となり、長男の常治氏が社長に就任。翌52年、残念ながら志半ばで十次郎氏は76歳で亡くなられる。マツダ初となる軽乗用車マツダ R360 クーペを発売する8年前のことである。デッキから始まり特許を取ったり、ロシアからの受注で人儲けはするが、人が良すぎたのか2回も裏切られ、挙句に工場は消失、立て直すも今度は原爆で被災、そこからの復活。壮絶すぎる人生。残念ながら夢だった乗用車の生産はできなかったのね。父親が達成できなかった夢は、息子の常治氏が継ぐことになるんだ。50年に起きた朝鮮戦争で戦争特需が起き、国内でも復興で物資を運ぶ三輪トラックは好調に売り上げを伸ばす。が、55年頃になると三輪トラックの売り上げは陰りを見せ、逆に四輪トラックが主役となり始める。そんな中57年にダイハツが新しいジャンルの軽三輪トラックミゼットを発売、ベストセラーとなる。ライバルの躍進に松田社内から軽三輪トラックの開発をの声が上がるが常治新社長は、あれは一時の流行り物、これからは四輪車の時代だ、寄り道している暇はない。と一周、四輪乗用車の開発に注力する。そこで三輪大好きエンジニアたちは絶対に売れる最高の軽三輪トラックを作るを、合言葉に会社には内緒でプロトタイプを作ってしまう。それは徹底したもので情報漏洩しないよう工場の一角に板で塀を作り秘密裏に作業を進める徹底ぶり。いやいや、それの方が目立っちゃうでしょ。丸ハンドル2フォーサイクル V 型2気筒エンジン。最新装備でまず役員に見てもらうと大絶賛。次は社長。直談判をし秘密基地へ案内し、設計課長は是が非でも作らせてくださいと懇願。しばらくの沈黙の後、勝手にせい。とだけ言い残しその場を去った。その後ろ姿には部下たちに対する誇らしい気持ちと素晴らしい出来上がりに対する驚きが滲み出ていた。その軽三輪トラックが K360 通称ケサブロー、59年5月に発売されケサブローは3年間で17万台を販売し、1960年から3年間、東洋工業は国内自動車の生産台数トップを記録する。自動車といっても三輪トラックだからちょっとイレギュラーよね。当時の区分が三輪も自動車扱いされていたからな。話がそれちゃったわよ。マツダといえば三輪トラックバタンコは外せない、ケサブローは外せなかったんだ。フロント周りは本当にいい形してるわね。後出しじゃんけんの成果あり、デザイナーは小杉二郎氏、エンジンは強制空冷 V 型2気筒4ストローク OHV360cc 11馬力3速 MT、車両重量485キロ、最高速度65キロ。当時で4ストロークは珍しいわね、しかも V 型。エンジンは運転席の後ろに縦置き搭載のミッドシップ。タイヤはミゼットが9インチに対して12インチ、エンジンも単気筒に対してアルミ製2気筒。価格は23万円。兄貴分の T600 や版もあったぞ。というか、まだ R360 クーペまでたどり着いてないんですけど、申し訳ない、あまりに十次郎氏の生き様がすごすぎて、これでもかなりはしょってるんだが気を取り直して話を進めます。55年に当時の通商産業省が国民車育成要項案を発表した。それって、大人4人が乗れて、最高時速100キロ出て、燃費が30キロ以上で、排気量が 350cc から 500cc で、価格が25万円以下なら国が補助金を出し援助しますっていうお役人が勝手に決めた絵に描いた餅のことよね。そう、大正解。55年に鈴木がスズライトを発売。
58年にはスバルがスバル360を発売、大ヒットとなり国民車と呼ばれるようになる。それ以後、軽四輪乗用車市場が活気づく。そして60年にその後を追うように東洋工業は初の軽四乗用車マツダ R360 クーペを発売する。この車は庶民に夢のマイカーを現実のものとした革新的モデルだった。2年前に発売されたスバル360の価格が39万8千円に対し、R360 クーペは30万円の低価格。2年間の差、安いわね。デザインは工業デザイナーの小杉二郎氏。小杉氏は48年から契約し CT1200K360 キャロルまで手掛ける。開発リーダーはロータリーの父の血の松田社長となる山本健一氏。ハーレーみたいなエンジンね。R360 クーペ最大の特徴は割り切り、社名からもわかるようにおしゃれなクーペスタイルとし車高を低めとし、定員をライバルが大人4人乗りのところ2プラス2の大人2人と子供2人もしくは大人2人と荷物置き、と割り切り、ボンネットを長く取った3ボックスデザイン。ラウンドしたリアウィンドウが優雅、しかもクーペスタイルで実用性よりもパーソナルユースに振ったコンセプトね。テールランプを含めライト周りのデザインは似ている、小杉氏曰く嬉しい形だそうだ。インテリアはシンプルそのもの。もちろん鉄板向きだし、メーターはスピードメーターのみ、初期型の窓はスライド式のアクリル製だった。後部座席は子供用か荷物置き。二人乗りならデートカーの元祖ね。エンジンはケサブローと同じ強制空冷4サイクル 360cc V 型2気筒 OHV 16馬力をリアに搭載した後輪駆動 RR。軽量化にこだわりヘッドやクランクケースはアルミ製、オイルパン、トランクアクスルケースなどはマグネシウム製。潤滑方式はなんとドライ散布式。すごく凝ったエンジン。このアルミ製エンジンをマツダ自ら白いエンジンと呼んでいたのよね。ミッションは4速 MT と2速 AT、サスペンションはナイトハルト圧縮ゴム式トレーリングアームトーションバーの4輪独立喧嘩、タイヤは 4.8012PLT、ボンネットの中はスペアタイヤとガソリンタンクとバッテリーでいっぱい。全長2980全幅1290全高1290ホイールベース1290車両重量375kg ブレーキは油圧ドラムブレーキ。この R360 クーペの新車発表会の開催場所が駅だった。普通ならホテルでの新車発表が当たり前だが、常地氏が選んだのは本社にある十字路氏の胸像前だった。父が果たせなかった乗用車開発の夢を息子が実現した、それを見てもらい報告したかったんだろう。だが2年後の62年に4人乗りのキャロルが発売され、主力はキャロルに移るが R360 は66年まで生産される。生産台数は約6万5000台。三輪トラックメーカーから総合自動車メーカーになる大きな第一歩となった R360 クーペ。父が叶えられなかった夢を息子が継ぎ、それからもロータリーエンジンの実用化に成功し、その後も倒産の危機を何度も乗り越えてきた松田。この不屈の精神は十字路氏からの DNA かもしれないぞ。これからの松田の展開にも期待だわ。最後に中古車情報サイトで R360 クーペを検索したところに第2ヒット2023年8月現在。どちらも ASK でした。気になる方は一度覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。